もう一度言ってみろ。ぶん殴ってやる。やめろルフィ。何度でも言ってやる。戦場で何かに操られた奴らはみんな出撃前にサンジと会っていた。てめえいい加減にしろ。サンジさん、どうかしたんですか。おお、アンジェラちゃん、なんでもない、ただじゃれ合ってるだけさ。今日のところはここまでだ。だがルフィ、後で後悔することになるぞ。うるせえ。見てわかっただろう。こういうわけで君には彼らの動向を調べてほしい。こんにちは。ちょうどいい。いい知らせがあるんだ。少しずつだが、アンジェラちゃんの記憶が戻ってきてる。と言ってもごく断片的なものなんです。思い出したのは街並みです。人がたくさんいて賑やかで、休みの日はみんながカフェに集まっていつも笑顔で話していたような。きっとベノムズに襲われる前の記憶なんだろう。街が破壊されたことは言うんじゃねえぞ。あの、何か？なんでもないって。それよりこの調子ならきっと全部の記憶が取り戻せるはずさ。サンジさん、ありがとう。おっと、こうしちゃいられねえ。アンジェラちゃんはここで待ってな。お気をつけて。転送完了しました。あそこか。さっさと終わらせてやる。うわあ、俺だって負けてねえ。おーい、クソマリモ、俺たちが助けに来てやったぞ。おい、どうした？クソコック。おいおい、まさかお前まで。おわっ、あぶねえ。何しやがんだ。どうやらシャレじゃねえみてえだな。クソ、仕方ねえ、やるぞ。いいわね、ヒーローたちの同士打ちはとても愉快だね。いって、あれ。つまらない。クソゴック、生きてるか。ああ、ようやく正気に戻ったか、クソマリモ。俺は一体覚えてねえのか。てめえから仕掛けてきたんだろうが。全く覚えがねえ。そうか、そろそろかしら。あら、見つかっちゃった。悪いわね、これから大切な用事があって今日はお相手できないの。また今度遊んであげるわ。ピッコロがナメック星で見たという女と今回現れた女は同一人物だと考えられる。そしてその女が今回の件の原因であることは間違いないだろう。だから言ったろ、サンジのせいじゃねえって。ふん。報告ではその女は黒い本を持っていなかったとのことだが、危険な存在であることは間違いない。みんな十分注意してくれ。では解散。
こんにちは。あの、サンジさんを見かけませんでしたか？そうですか。いえ、それならいいんです。敵の侵入だ。数は少数、数名の戦士がメガノスの襲撃を受けた。各自警戒を怠るな。私は大丈夫です。行ってください。こちらは大丈夫だ。現状被害報告は少ない。しかし、おかしい。何がだ、ライト。このベースキャンプは異世界アンブラスの中にあって、外部からは観測できないはず。言いにくいのですが、これは何者かが敵をこのベースキャンプへ手引きしたとしか思えない。長官、敵を手引きした者がいるとしたら、それは。長官、侵入したベノムズは片付けた。そうか、ご苦労だ。ただ、なんか変なんだよな。こいつら、ただ混乱させたいだけっつうか、逃げてばっかなんだ。逃げてばかり？もしかして。長官、すぐにベースキャンプ内の監視映像を確認してください。分かった。長官、このモニターに映し出されている場所は？そこは回収したコズミックキューブを一時的に保管している倉庫だ。なんてことだ。まさか彼が。みんな無事で何よりだ。侵入したベノムズは撃退できた。しかし、回収したコズミックキューブは敵の手に渡ってしまった。サンジ！敵はサンジの手引きによってベースキャンプに侵入したと思われます。そんなの嘘だ。落ち着け、ルフィ。監視映像が改ざんされた形跡はない。これは紛れもない事実だ。どうして？はじめはアンジェラが持っていた黒い本を奪いにやってきたと思ったんだが、敵の狙いはコズミックキューブにあった。いずれにせよ、みんなにはサンジの捜索とコズミックキューブ奪還に当たってもらいたい。それが賢明でしょう。サンジは俺が必ず見つけ出す。俺は信じねえぞ。サンジのやつが俺たちを裏切るわけねえ。わかってる、落ち着け。ルフィ、話は聞いたぞ。サンジのやつが敵を手引きしたそうだな。うるせえ。そんなの嘘だ。どうだかな、てめえ。やめろ、ベジータ。ルフィも落ち着け。ルフィがサンジを信じてえ気持ちは痛えほどわかる。ルフィ、あのバカもコズミックキューブに操られてるんじゃねえのか？ルフィ、だったらどうすんだ？ただじっと待ってんか？ちげえだろ？ああ、サンジを見つけてぶん殴って正気に戻す。そうだ、悩んでたって仕方ねえ。ああ、よっしゃ、サンジ待ってろよ。おい、待て、ルフィ。サンジを探しに行くなら俺も連れて行け。手を貸してやる。しょうがねえ。おめえも行くか。いや、君か。何をしているのかって？実は長官に頼まれてアンジェラを探している。サンジと共に彼女も姿を消したんだ。以前ベジータが戦場で操られていた者たちは出撃前にサンジと会っていたと疑っていたが、僕が睨んでいたのはアンジェラの方だ。一連の騒動は彼女がこのベースキャンプにやってきてから始まった。これからそのことをみんなに知らせる。君は引き続きサンジの行方を追ってくれ。